さて、やれることは一通りやったし、次の戦いに備えて今日のところは休むか。お、珍しいな。お前が自分から休もうとするなんてさ。仕事が山積しててそれどころじゃなかっただけだ。本来の俺は怠け者なんだぜ。そうは見えないかな。まあ、たまにはゆっくり休んでくれ。はあ、そうさせてもらう。陛下、ディアドラから九使が来たよ。九使だって、嫌な予感が。ディアドラ市街をパルミラ水軍が襲撃中、至急応援を送られたしとのことだ。おいおい、こんな時に勘弁してくれよ。しかもパルミラ水軍だって。いや、偽物じゃないか。パルミラ軍は撃退したばかりだろう。ああ、そうだね。おそらくパルミラの名を語ってるだけの海賊どもさ。だが、市街が攻撃されてるってことは、敵はそこそこの規模なんだろう。動ける部隊をすぐに派遣した方がいい。誰をやるんだ？あいにく、今俺が率いている連邦国軍に持ち場を離れていい部隊なんていないさ。いつだってギリギリの兵力でやりくりしてるもんでね。だが、あえて今動いても体制に影響の少ない部隊を挙げるなら、俺とジュディットだな。は？軍を率いるお前がここを離れちまったら戦にならないだろう。そうだが、次に予定されてる戦いまではまだ少し間があるだろう。それまでに戻ってこられりゃ問題ないさ。地理に詳しい俺らが行くのが一番だ。確かに、ここからデアドラまでの道なら私らにとっちゃ庭みたいなもんさね。あとは手だれの傭兵部隊が一緒についてきてくれれば言うことないんだが。レオニーだな。お前、分かってて言ってるだろ。面倒ごとを仲間に押し付けようってのか。やっぱりそうか。俺も久々にゆっくり休みたかったが。国王陛下が自ら行くって言ってるんだ。あんたも腹をくくったらどうだい。はいはい、そうと決まればさっさと行こうか。ああ、急ごう。やっぱり海賊か。町を封鎖して、ここを起点に奴らを一掃するぞ。聞いたらどう思うやら。任せとけ。ろくでもない連中だが、数だけは想定以上だ。うまく対応しないと押し込まれるかもな。私が通用するのも相変わらずパルミラ人ってのは怖い存在なんだろうな。そりゃそうさ。私もナデルと話すまでは粗暴で野蛮な連中ばかりだと思ってたよ。そこに上がった海賊なんざ恐れるに足らずだが、まだまだ湧いてれそうだな。そこだ。
手玉ではさせないよ。陛下、海賊たちが港の倉庫を襲撃し、交易用の荷を奪おうとしています。あれを取られて商売上がったりだっての。誰でもいい、橋を渡って倉庫を守ってくれ。よっと、手堅く攻めていこう。もっと外に開かれればパルミラの味方も変わると思うんだよな。おや陛下、ナデルと仲がいいとはいえ嫌にパルミラ人の肩を持つじゃないか。これが余計だ。その身に刻んどけ。入り込んでた海賊どもはあらかた片付いたぞ。次は港の倉庫だ。邪魔だ。分散した今が好機。市街地と港を同時に襲い金品を奪う。その身に刻んどけ。なんとかしたいが手が足りないな。もっと兵を連れてくればよかったか。坊主、呼ばれてねえけど来てやったぜ。ナデル、なんでお前がここにいるんだ。パルミラの名を語る不届き者がいるとなりゃきっちりお仕置きしねえとな。攻撃の手を緩めてはなりません。坊主、港にいた軟弱海賊どもは俺らが蹴散らしといてやったぜ。交易品を取られずに済んだから、ナデルにはまた借りができちまったな。海賊どもの頭は市街地を出たところに陣取って指揮してるようだよ。じゃあそいつを倒せば俺たちの勝ちだな。全軍全力で行くぞ。この手を試してみるか。おいおい、何がパルミラ水軍だよ。どいつもこいつも腰抜けばかりじゃねえか。お前にしてみりゃそうだよ。好きなだけお仕置きしてやってくれよ。恨めばいいんだ。これで海賊の進行は食い止められたのね。思いのほか手こずっちまったら、なんとかなりそうだな。こいつ本物のパルミラ人かよ。ただのパルミラ人じゃねえってんだよ。この俺が百戦無敗のナデル様だ。ナデルのやつ張り切ってんな。よし、俺ももう一踏ん張りといくか。
これの出番か。俺に任せとけ。よし、片付けに行くか。前々から思ってたんだが、陛下はパルミラに何か特別な思い入れでもあるのかい？レスターが長年戦ってきた相手だろう。他の民族よりも馴染みがあるってだけさ。いやそれだけじゃないはずさ。私の目は節穴じゃないんだよ。一緒に戦ってくれ。まただって。この部屋は後で話そう。まずはこの騒乱を収めるのですから。俺が守ってやる。よし、一人も逃がすなよ。無茶言うなよクロード。お前らの負けだ。なあ坊主、あの助決には本当のことを話しといた方がいいんじゃねえか。いずれ話すつもりではあったんだ。いつまでも隠し通せる相手じゃないか。おっと、交代か。欲をかいて町の中にまで手を出した罰だ。きっちり落とし前をつけさせてもらうぞ。協力した方がいいな。クロード、道は開く。それなら俺はその道を広げるかね。恨めばいいか。思い知ったか、偽物ども。パルミラを語るのは1万年早えってんだよ。よし、後の始末は町のみんなに任せて、俺たちはさっさと撤収するぞ。これだけやってりゃ強くもなるさ。まだまだ、この程度じゃ満足できないな。みんな、よくやってくれた。おかげでデアドラの町と港を守りきれたよ。だが、ナデルが賛成してくれなかったら危ないところだったな。あの程度の軟弱海賊どもに手こずるとは、お前らもまだまだだな。そう言うなって。
もう少し味方の兵を連れてきてりゃナデルなしでも勝てたんだ。どうだかな。坊主は昔っから自信過剰で最後の爪が甘えんだよ。自信過剰をお前が言うか。しょっちゅうそれで失敗してたろ。はいはい、そこまで。あんたたち本当に仲がいいんだね。しかも二人はずいぶん昔から知り合いだったようじゃないか。おっと坊主、ここらが潮時だろう。ああジュディット、いい機会だからもう正直に話すよ。ほう、聞こうじゃないか。俺の母さんはパルミラにいるんだ。もう20年になると聞いてる。ティアナが？いや、想像の範囲内だから特に驚きはしないけどさ。だから俺の生まれもパルミラなんだが、親父は現パルミラ王でね。ってことは坊や、あんたもしかしてパルミラの王子ってことになるのかい？そういうことだ。今まで黙ってて悪かったな。そりゃ簡単に口にできることじゃないだろうさ。いやー、たまげたね。ん？あんたはなんで平然とした顔してるんだい？クロードの口からはっきりと聞くのは初めてだが、なんとなくは知ってた。前にシャハドと戦ってクロードが討ち取っただろ。その時に。そういや、そうだ坊や。それじゃあんた兄弟を？ああ、あいつは母親は違うが俺の兄貴だ。できれば討ちたくなかったが、フォドラのためにもパルミラのためにも討つしかなかった。あいつはあいつなりにパルミラを背負って立とうとはしてたんだ。パルミラの王家は誰を後継者にするかで揉めてずっと不安定だったからな。だが当のシャハドも王に足るほどの器じゃなかった。権力欲に溺れちまった。それじゃあ坊やはいつかパルミラに戻って王位を継ぐつもりなのかい？それはまだわからない。それよりも今は連邦国の王としての役割を果たさないとな。なあジュディット、俺の素性についていつかはみんなに話すつもりではいるが、今はまだ黙っておいてくれるか。余計な混乱を持ち込みたくないんだ。ああ、誓って誰にも言わないよ。だけど一つだけ確認させてもらえるかい？あんたがこれまで名手として王として語った言葉には嘘偽りはないんだろうね？もちろんだ。今の俺にとっての母国はレスターでありフォドラだ。そこに住む人々のためにこれからも戦う。信じてもらえるか？わかった、信じてあげるよ坊や。いや陛下だったね。これからも頼むよ。ありがとうジュディット。